答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、スタジオアッペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマはですね、日本の教育の遅れというお話をしたいと思います。いくつかですね、日本の教育遅れているところがあるんですが、まあ一つに挙げられるのがこれですよね。政治教育です。政治教育、欧米ではですね、今何党と何党がどういう異議主張で戦っているのかとか、あなたはどう思いますかっていう考えをこうですね、まあディベートしたりとか、ぶつけ合う仕事とか、授業とかがあるんですけど、日本ってなんとなくこういう制度で小選挙区制って何とか、選挙制度を学ぶことがあっても、どういう異議主張でこの政党が成り立ってて、どんな今政策があってとか、そういうのがないんですね。だから若年層の政治意識が低くて、まあ、投票率が低いんですよ。で、これってすごい問題で、今日の2014年のですね、11月8日の私の Facebook に載せたんですけど、今政治教育、今ね、盛り上がってきてますよ。小平市の方でも実際に選挙管理委員というのを立ち上げて、保護者が立候補する形で生徒が有権者で、学校行事をその3人ですよね、立候補者3人で争って、どの行事がいいのかっていうのをやったりとか、しかもちゃんと選挙管理委員会の立ち上げて、地域のボランティアの人がですね、その役割をやってくれるわけですよ。こうやって実際に自分の体で感じたりとか、自分で考えたりとか、あ、この人ってこう言ってるな、この人こう言ってるな、自分たちにとってどっちの行事が楽しいかななんて考え、実際にやることが本当に大事なんですよね。これ新聞からの記事だったんですけど、今日の私の Facebook ね、11月8日の Facebook の記事、必ずご覧ください。今、都内のですね、東京の方の高校とかでも、こういうような政治教育流行ってるみたいですので、ぜひ参考にしてみてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は LINE ID を検索してください。速聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。